第3代ソールズベリー公爵、ロバート・アーサータルボットガスコインセシルは、イギリスの政治家、貴族。ソールズベリー公爵がスコインセシル家の生まれ。1853年に、庶民院議員として、政界入りし、1868年に、爵位継承で、貴族院議員に転じる。保守党政権下で、閣僚職を歴任し、 ベンジャミン・ディズレーリキき後には保守党の党首となり、ビクトリア朝後期からエドワード朝初期にかけて3度にわたって首相を務めた。民主主義を嫌う貴族主義的な人物ながら、前進的な内政改革を行い、外交面では帝国主義政策を遂行して大英帝国のさらなる拡張を果たした。彼の政策は多くが、 ジョゼフ・チェンバレンとの連携の影響を受けていた。1902年に退任し、追いにあたるアーサー・バルホアが、首相、保守党党首の地位を継承した。1865年までは、ソールズベリー公爵家のヤンガーさんとして、今日の儀礼称号で呼ばれ、公爵家の着難となった1865年から、爵位を継承する1868年までは、 クランボーン支社区の儀礼称号で呼ばれた。本校でもそれに従うものとする。ハットフィールドを漁する名門貴族、ソールズベリー公爵家の三男として誕生した。イートン校、オックスフォード大学で学んだ後、1853年に、保守党候補としてスタンフォード選挙区から出馬して、庶民院議員に初当選した。1865年に、兄の死で、 ソールズベリー公爵家の後継ぎの儀礼称号、クランボーン子爵を継承した。1866年に成立した、保守党党首ダービー伯爵の第3次内閣に、インド担当大臣として入閣したが、首相ダービー伯爵や保守党庶民員、院内総務ベンジャミン・ディズレーリが推し進めようとした第2次、選挙法改正に反対して、すぐに辞任した。 1868年に、ダービー伯爵が病気で引退し、ディズレーリが首相、保守党党主職を継ぐが、彼は1874年まで保守党内で、反ディズレーリ派の立場を取り続けた。1868年に、父の死で、ソールズベリー公爵を継承し、庶民院から貴族院へ移った。1874年に成立した第二次、ディズレーリ内閣に、 インド担当省として入閣することで、ディズレーリと和解。ランカシャーメン産業の利害を代表して、インドの関税を廃止させ、また、ロシア帝国の南下政策を睨んで、アフガニスタンに強硬姿勢を取る、良いインド総督に訓令した。ベンガル大基金に際しては、ベンガルからの穀物輸出制限の要請を拒否して、批判を集めた。 バルカン半島をめぐって、ロト戦争が勃発した後、外相ダービー伯爵が、イロ海戦に反対して実職するとその後任として、外相に就任。各国との調整の実務にあたり、首相ディズレーリと共に参加したベルリン会議の成功に貢献した。ディズレーリ内閣は1880年の総選挙で、ウィリアム・グラッドストーン率いる自由党に敗れて退陣し、 ディズレーリは、その翌年の1881年に死去した。移行保守党は1885年の政権奪還まで、貴族院保守党を、ソールズベリー公爵、庶民院保守党を、サー・スタッフ・オード・ノース・コート順断爵が指導するという2、党首体制を取ったが、ノース・コートの庶民における権威が失墜したため、やがて、ソールズベリー公爵が、 当全体の党首たる地位を固めていった。1885年に、アイルランド国民党党首、チャールズ・スチュワート・パーネルと連携して、第2次、グラッドストン内閣を統括することに成功し、代わって保守党政権第1次、ソールズベリー公爵内閣を発足させた。パーネルに配慮して、 アイルランド小作人に自作の上の道を開くアシュバーン法を制定したが総選挙の敗北を経てアイルランド国民党がグラッドストンとの連携に動いた結果1886年1月には退陣に追い込まれた政権についたグラッドストンがアイルランド自治法案を議会に提出するとアイルランド自治に反対して自由党を離党した ジョゼフ・チェンバレンら自由統一党と連携して、これを否決に追い込み、その後行われた解散総選挙にも勝利し、1886年8月に第2次ソールズベリー公爵内閣を発足させた。自由統一党の格外協力を受けた内閣であり、チェンバレンの強い影響を受けて、地方自治法、労働者配分地方、小農地保有法などを制定する。 内政改革を行った。外交では、ドイツ帝国の勃興によるイギリスの相対的地位の低下を受けてドイツ帝国最小をトーフォンビスマルク、公爵との連携を重視する外交を行った。イタリア王国やオーストリア帝国と地中海協定を締結してビスマルク体制の中に入っていった。また、列強諸国によるアフリカ分割が激しくなる中、 海軍力増強と南アフリカ会社をはじめとする直居会社の創設に力を注いだ。1892年の解散総選挙に保守党が敗れた結果第4次グラッドストーン内閣に後を譲ったが海軍増強問題をめぐってグラッドストーンは退陣しその後を受けて首相となったローズベリー伯爵もすぐに政権運営に行き詰まったため 1895年には、保守党が政権奪回して、第三次ソールズベリー公爵内閣を発足させることに成功した。直ちに解散総選挙を行って勝利し、保守党と自由統一党を合同させて、統一党政権を誕生させた。社会帝国主義者チェンバレンを植民地大臣に任じ、積極的な帝国主義政策を推進した。 1898年には、マフディの反乱以来、イギリス支配から離れていたスーダンに侵攻して、同地をイギリス支配下に戻した。この際にフランスとの間に、ファショダ事件が発生するも、フランスを同括して引き下がらせた。1899年には、トランスバール共和国再併合を狙って、第二次ボーア戦争を開始。 ボア軍のゲリラ戦に苦戦させられるも1902年に勝利を収めた。アメリカ大陸においては、急速に大国化、対外進出を進める、新興国アメリカ合衆国との摩擦が増えたが、様々な問題で情報を行うことで、対米海戦を回避した。極東では、日清戦争後の列強諸国による、 中国分割で、イギリスの清志植民地体制が崩壊していくことへの対応に追われた。とりわけ、ロシアが満州、北中国一帯を支配下に置いたことを警戒し、重要校の咀嚼地取得や文庫解放論で抑止を図った。疑話団の乱に乗じて、ロシアが満州を軍事占領すると、新興国日本に注目し、1902年に、 日英同盟を締結して、ロシア帝国主義への対抗を図った。同年7月、病により退任。公認の首相、保守党党首には追いに当たるアーサー・バルホアを就任させた。翌1903年に死去した。その人物像は、典型的な貴族主義的保守主義者だった。選挙権の拡大や民主主義に強く反対した。しかし、ノブレス・オブリージュは、 しっかり持っていたので全身的政治改革を妨げることはなかった。アーサー・コナン・ドイルの推理小説、シャーロック・ホームズシリーズの第二のお天に登場する英国首相、ベリンジャー卿や海軍条約文書事件に登場する外務大臣ホールドハースト卿はソールズベリー公爵の変名だと言われている。ソールズベリー公爵家の邸宅ハットフィールドハウス。 現在もソールズベリー公爵家の所有である。1830年にイングランドハートフォードシャーハットフィールドにあるソールズベリー公爵家の邸宅ハットフィールドハウスで生まれる。父は王子少スーミツ密院議長を歴任した貴族院議員、第2代ソールズベリー公爵ジェームズ・ガスコインセシル。母は庶民院議員バンバー・ガスコインの娘、フランセス・ガスコイン。 ロバート・セシル卿は、夫妻の三男であり、長兄にクランボーン死者ジェームズ・ウィリアム・エベリン、すでに亡き時系に、アーサー卿がいた。また次子に、マリーがいる。この次子は後に大富豪、ジェームズ・メートランドバルフォアにと次ぎ、その間に、後の首相アーサー・バルフォアを設けることになる。ハットフィールド・ハウスは16世紀のイングランド女王エリザベス一世が、 即位前に住んでいた邸宅であり、時代の国王ジェームズ一世が1607年に、最初ロバート・セシルに、ソールズベリー伯爵くらいと共に与えた邸宅だった。以降ソールズベリー伯爵家は代々ハットフィールドの領主として君臨してきた。ハットフィールド近くのプレパラトリースクールに通った後、10歳の、 時に、名門パブリックスクールのイートン校に入学した。しかし子供の頃のロバート教は、病気がちな上、気難しい性格で友達を作れないタイプだったため、イートン校でいじめにあった。14歳の頃に、父ソールズベリー公爵に宛てた手紙の中で、朝から晩まで絶え間なく、いじめられます。私が、食堂に行くと、彼らは私を足げにしますので、 私は何も食べずに食堂を出なくてはなりませんとその苦境を訴えている。結局15歳の時に父の許可を得てイートン校を退学している。このいじめの思い出は彼のシニカルな現実主義者の性格を形成したという。イートン校退学後2年ほどハットフィールドの屋敷に戻って家庭教師から教育を受けた。オックスフォード大学。 クライストチャーチのホール1848年1月に、オックスフォード大学、クライストチャーチに入学し、数学を専攻した。相変わらずの病弱に加えて、精神的にも、うつ病状態だった。ロバート教は、2年だけ通って、第4級学位を取得して退学している。とはいえ、オックスフォード大学に在学したことは決して無駄では、なかった。在学中。 ロバート卿は、オックスフォード大学各カレッジの代表学生による、討論会をオックスフォードユニオンに、初期、幹事を務めるなど、積極的に参加し、後年の辛辣で皮肉な表現を好む演説手法を、確立したのである。また後年の厳格な通りー,ー主義も、この時期に確立し、選挙権拡大反対、ユダヤ人市民権付与反対、自由貿易反対、 国境界改革反対など、保守的な演説を盛んに行っている。大学を退学した後、鬱病から立ち回った、ロバート卿は、海外植民地を旅行するようになった。1851年7月に、ケープ植民地に向かい、同地で数ヶ月過ごした。ついで1852年1月に、オーストラリアアデレードを訪問した。この頃、オーストラリアでは、 ゴールドラッシュが発生しており、ロバート卿は、日記の中で、中流階級の金銭欲の激しさや、植民地には不合理なルールが多いという印象を書いている。その後、ニュージーランドに短期間滞在して、イギリスに帰国した。1853年8月、保守党候補としてスタンフォード選挙区から庶民、議員選挙に出馬した。対立候補が立たなかったため、 無投票当選を決め、23歳にして、庶民人議員となった。ロバート卿は、1854年4月7日の、庶民人で、処女演説を行い、与党ホイッグ党の領収ジョン・ラッセル卿のオックスフォード、大学改革案を批判した。演説を聞いたウィリアム・グラッドストンズ王は、ロバート卿を、敵ながら将来有望な議員と注目したという。1857年、 27歳の頃のロバート教1857年7月に、ノーフォーク裁判官の娘、ジョージナ・アルダーソンと結婚した。父ソールズベリー公爵は、この結婚に強く反対し、ロバート卿への仕送りを打ち切った。そのため、ロバート卿は執筆業で食いぶちを稼がねばならなく、なった。イブニングスタンダード紙や、サタデーレビュー紙、クオータリーレビューなどに寄稿し、 その中で民主主義に対する強い疑念を表明した。ロバート教は選挙権拡大に反対する論文の中で有産社階級の特権は数の圧力に対する唯一の防波堤として維持されなければならない。それこそが保守党の任務である選挙権拡大は単なる数にそれが本来持つべきではない権力を与えるものである。 頭を考えるということに使ったこともない額のない、人々に冷静な政策を求めることなど、不可能である、選挙権を貧しい者に広げ、有産者に課税する、道の行き着く先は、権力と責任の完全なる分離である。富裕層が、すべての税金を払い、貧者が法律を作ることになってしまう、という考えを表明してる。 1865年1月に、兄クランボーン死者が子供なく死去したため、代わって、ソールズベリー公爵家の着難となり、クランボーン死者の儀礼称号を使用することになった。1866年6月に自由党政権のラッセル白爵内閣が提出した、選挙法改正法案は否決され、内閣は、総辞職に追い込まれた。代わって保守党政権の第三次、 ダービー伯爵内閣が成立。クランボーム施策はこの内閣にインド担当大臣として初入閣を果たした。選挙法挫折に対する国民の怒りは激しく、各地で抗議のデモや暴動が発生した。首相ダービー伯爵や大蔵大臣、庶民院内総務ベンジャミン・ディズレーリはこれを沈静化すべく、第二次選挙法改正へ向けて動き出した。 しかし、クランボーン氏者区は選挙権拡大に反対し、植民省、カーナーボン伯爵や陸将ジョナサンピール将軍と連携して、これを阻止しようと図った。1867年2月6日に閣議にかけられたディズレーリ作成の改正案は、都市選挙区の選挙権について、男子個種選挙権をベースとしながらも、条件や特例を設けることで選挙権拡大を、 抑える内容だった。選挙権拡大を求める国民世論と選挙権拡大に反対するクランボーン支者クラ保守派を同時に懐柔することを企としたものだったがクランボーン支者クはこの改正は自由党の強い大都市に有利な選挙法改正になると結論し2月24日にもカーナーボン伯爵と共に辞表に等しい抗議文書をダービー伯爵に提出した。 最終的に3月2日の閣議で選挙法改正法案を議会に提出することが決定されたため、クランボーン司釈、カーナーボン伯爵、ピール将軍の3名は辞職した。保守党党首、首相ベンジャミン・ディズレーリ1869年7月10日のバニティフェア氏のソールズベリー校の似顔絵。辞職後も選挙法改正を阻止するために奔走し、 ディズレーリとの対立を深めていった。ただディズレーリにとっては幸いなことにクランボーン死者区は、反執行部勢力をまとめられるような人物では、なかった。1867年4月に自由党党首、ウィリアム・グラッドストンが、地方税納税額5ポンド以上という有権者、資格条件を加えた、修正案を提出すると、クランボーン死者区は党に造反して、 これに賛成票を投じたが、この時彼に追従して増反した。保守党議員はわずかに7人だった事実にもそれが現れている。結局、ディズレーエリの選挙法改正法案は、庶民院を通過、ダービー伯爵の尽力で貴族院も通過し、8月に女王の祭下を経て成立した。この成功で、ディズレーエリの党内における立場は急上昇し、 ダービー伯爵の後継者たる地位を固めた。クランボーン死爵はその状況を当然体がディズレーリの愚かな議会操縦術に惑わされていると批判した。1868年2月にダービー伯爵が病気のために退任し、ディズレーリが首相職、保守党党主職を引き継いだ。クランボーン死爵はディズレーリが後継者になることに反対したが、 保守党議員の大半は、ディズレーリ以外の者が党首を務めるのは、不可能という見解を有していた。首相就任後のディズレーリは、議会で敗北しても、ビクトリア女王の寵愛を盾に総辞職せず、解散総選挙も引き延ばしにした。クランボーン氏爵は友人宛ての手紙の中で、女王陛下は、例のユダヤ人の手先になってしまわれた。彼は、 女王陛下の要請によって政権に泊まれる準備をした後に見せかけの辞表を提出して事態を収集するつもりでいる。玉座に君臨しているのは女性であり、ユダヤ人の野心家は彼女を幻惑する術を心得ていると危機感をあらわにしている。同年4月に父である第2代ソウルズベリー公爵が死去し、第3代ソウルズベリー公爵を継承。 庶民人から貴族意味は移籍した。11月に総選挙が行われたが、保守党の敗北に終わり、ディズレーリ内閣は退陣して、ウィリアム・グラッドストンの自由党政権が誕生した。この総選挙直後に、マームズベリー伯爵が、保守党貴族意院,院内総務を辞職し、その後任に、ソールズベリー公爵を押す声が一部で上がったが、ディズレーリはこれを無視して、 ケアンズ伯爵を公認にした。1869年には、オックスフォード大学総長に選出されている。インド担当大臣として1874年2月の解散総選挙に保守党が対象し、ディズレーリに、再び組閣の対面があった。両院の過半数を制する大議席、大敗を喫した、野党自由党の混乱状態、ビクトリア女王のディズレーリへの長愛。 不安要素が解無の第二次、ディズレーリ内閣は長期政権になると予想された。そうした状況の中、これまで反ディズレーリ派で通してきたソールズベリー公爵もディズレーリからインド担当省としての入閣を打診されると、春春した末に承諾した。ソールズベリー公爵の入閣は、党内右派のディズレーリへの反発を薄め、内閣に一層の安定をもたらす効果があった。 ただし初めのうちソウッソールズベリー公爵は植民地層として入閣したカーナー・ボン・伯爵とともに首相ディズレーリと距離を置く閣僚だった。1850年代からインド麺産業が成長しイギリスランカシャーメン産業が脅かされるようになった。ランカシャーメン業者は自分たちの麺製品の 競争力強化のため、インドの5%輸入関税の撤廃をインド省に求めるようになった。ランカシャーは保守党の地盤の一つであったため、ソールズベリー公爵としても、この意見をないがしろにはできず、関税全廃をインド総督、ノースブルック伯爵に要求した。しかし総督は、インド財政が不安定になるとして、 関税撤廃に反対して、ソールズベリー公爵と対立を深めた。地元、インド人の世論も、総督を支持する声が強かった。また同じ頃、ロシア帝国の南下政策をめぐって、アフガニスタン情勢が緊迫化しており、それについて、ソールズベリー公爵は、イギリス人外交官のカーブル中トを、 アフガンをシールアリーハーンに認めさせるよう、ノースブルック伯爵に指示したが、ノースブルックは、アフガンとの関係を損なうとして、これを拒否した。ソールズベリー公爵とノースブルック伯爵の溝は、深まる一方で、1876年4月に、ノースブルック伯爵は、辞職に追いやられた。公認には、ディズレーリとソールズベリー公爵に、忠実なリットン伯爵が就任した。 彼は、本国からの要請通りインドの関税撤廃を断行し、また、アフガンに対して首都にイギリス外交官を置くよう要求した。しかし、シール王は、その要求を拒否し、さらに1878年7月にはロシア、施設団の圧力に屈する形で、ロシア軍のアフガニスタン国内への駐屯を認める条約を締結した。 これを警戒したリットンは11月に第二次アフガン戦争を開始した。1880年までに勝利を収め、アフガンはイギリス保護国となった。また、リットンの総督就任直後からベンガル地方で飢饉が発生したが、この際にソールズベリー公爵はベンガルからの穀物輸出の制限の要請を拒否している。彼のこの冷たい態度は世論の批判を集めた。 ロト戦争をめぐって1875年夏からイスラム教国オスマントルコ帝国領バルカン半島でキリスト教とスラブ人の放棄が発生した。反スラブ主義を高揚させたロシア帝国はバルカン半島への領土的野心もあってトルコへの敵対姿勢を強めていった。イギリスにとってトルコはロシアのバルカン半島地中海への南下政策の防波堤であったため ディズレーリは親トルコ政策を取ったが、イギリス世論はトルコによるキリスト教徒虐殺に強く憤慨しており、ディズレーリは国内で苦しい立場に立たされた。ソールズベリー公爵もディズレーリの親トルコ、反ロシア政策に疑問を感じていた。彼はバルカン半島のスラブ民族は完全なるロシアの手先ではないと考えていた。 つまり今バルカン半島諸国はトルコから解放されることを最優先にしているので、親、ロシア的な態度をとっているが、一度解放されてしまえば、その後はバルカン半島を支配しようとするロシアと対立を深めていくだろうから、彼らをトルコに代わる新たな対ロシア防波堤にすることができると考えていたのである。1878年12月に、 バルカン半島問題解決のためトルコの内政改革について話し合うコンスタンティノープル会議が開催された。ディズレーリはインド担当省ソールズベリー公爵をその会議のイギリス代表とした。親トルコ派でなく、かつインド担当省として、親ロシア派でもないと見られているソールズベリー公爵を派遣することが最も反発が少ないだろうという判断だったと思われる。 ソールズベリー公爵自身は会議の決裂が濃厚であったことからこの任命に乗り気でなかったがディズレーリア皇太子バーティからヨーロッパの主要政治家と顔見知りになっておいた方がいいと勧められたので引き受けることにした会議においてソールズベリー公爵はなんとかトルコに内政改革を約束させてロシアのバルカン半島侵攻の口実を 決し去りたかったが、逆にトルコは、ディズレーリの親、トルコ的な態度を見て、イギリスが自分たちを見捨てることはないという確信を強めてしまい、対ロシア強硬姿勢を崩さなかった。その結果、会議は1877年1月に決裂した。会議の決裂を受けてロシアは4月に、トルコに宣戦線布告し、ロト戦争が勃発した。 ビクトリア女王やディズレーリ首相が、対ロシア海戦へと傾いていく中、ソールズベリー公爵は、外相ダービー伯爵や、植民地層、カーナーボン伯爵とともに、対ロシア参戦に反対した。とりわけ経験な公共会派で、大のトルコ嫌いだった、カーナーボン伯爵が、反ディズレーリ姿勢を強めた。ソールズベリー公爵も公共会派だが、 彼はもう少し柔軟で対ロシア海戦は事前の策だと考えていた。11月にプレベイが陥落し、戦況がロシア有利になってくると、ビクトリア女王の参戦熱がますます高まり、ディズレーリもダービー伯爵とカーナーボン伯爵の反対を退けて、イギリス海軍にコンスタンティノープルへの出撃命令を下した。カーナーボン伯爵はこれに抗議して、 植民地層を辞職したが、ソールズベリー公爵は内閣に残留し、ここで、名優カーナー・ボン・ハクシャクと他元を分かつこととなった。外務大臣として、ベルリン会議。右から3人目が、ソールズベリー公爵。中毒英国大使、オドーラッセル卿やトルコ代表団と会談している。 左側で座っている、ロシア外相ゴルチャコフに手を掴まれている人物が、英首相、ディズレーリ。中央で握手しているのは、ドイツ首相ビスマルクと、中英ロシア大使シュバロフ。1878年1月にロシアとトルコの間に、サンステファノ条約が締結され、ロト戦争は終結した。これにより、ロシア衛星国在ブルガリア公国が、 英華界に届く範囲の領土をもって建国されることとなり、イギリスの地中海の派遣がロシアの脅威にさらされた。またロシアはアルメニア地方のバトゥミとカルスの割譲を受け、ここがロシアの中近東への侵略の足場となる可能性も高まった。ディズレーリはこの条約の承認を拒否し、3月にインド中流軍の地中海結集と予備役召集。 キプロスとアレクサンドリア占領を決定した。1877年末までは、海戦に慎重な態度を取ってきたソールズベリー公爵も、このディズレーリの方針に支持を表明している。この方針に反対して辞職したダービー伯爵に代わって、ソールズベリー公爵が外務大臣に任命された。 これ以降ソールズベリー公爵はディズレーリーが最も信頼する右腕となっていった。情勢が緊迫する中、ドイツ帝国首相、オット・フォンビスマルクが公正な仲介人として仲裁に乗り出し、ベルリンで国際会議が開催されることになった。ソールズベリー公爵は会議前に、英路間で合意を得ておこうと4月から5月にかけて、中英ロシア大使、 ピョートル・シュバロフ伯爵と接衝にあたり、5月末に英露協定を締結した。これにより、大ブルガリア公国を南北に分割し、英外界に面する南部は、様々な条件付きで、トルコに返還するが、バトゥミとカルスはロシアが領有することが確認された。トルコとも、事前交渉にあたり、キプロスのイギリスへの割譲を約上させた。 会議の土台となるこれらの合意はビスマルクにも伝えられ、ビスマルクは会議の日程を6月13日と決めた。会議にはディズレーリとソールズベリー公爵がイギリス代表として出席し、会議前の合意に基づく最終調整が行われた。バトゥミの港の軍事利用問題などをめぐって英露の争いが起こったものの、なんとか合意に達し、7月13日に、 ベルリン条約が調印されて、会議は無事終了した。全体としては、イギリス外交の勝利と言える内容であり、帰国したディズレーリとソールズベリー公爵は歓声を持って迎え入れられた。ビクトリア女王は、ディズレーリとソールズベリー公爵に、ガーター勲章を歌詞し,した。しかしやがて不況と不作で現政権に不利な世論が形成され、 1880年3月から4月にかけての解散総選挙で保守党は351議席から238議席に落とす惨敗をした。これにより、ディズレーリ内閣は総辞職することになった。自由党政権の第二次、ウィリアム・グラッドストン内閣が発足した。貴族院で演説するソールズベリー公爵。自由党席に座っているのは、 会賞ノースブルック伯爵と、外賞グランビル伯爵。議長席に座っているのは、貴族院議長、大宝ンセルボーン伯爵。1881年4月、長らく保守党党首を務めてきた、ビーコンズフィールド伯爵ベンジャミン・ディズレーリが死去した。突然のことだったので保守党は購入を決めていなかった。ソールズベリー公爵はディズレーリに代わって、 保守党貴族委任内総務となったものの、保守党全体の党首とはならなかった。庶民委保守党は保守党庶民委任内総務、サー・スタッフ・ォード・ノース・コート順断者が指導するという、両院別個の二党首体制が取られることになった。当時はまだ庶民の優越を定めた法律はなかった、ものの、庶民が優先されるべきという考え自体はすでに、議会内に根強くあり、 また、ソールズベリー公爵は対名を下すビクトリア女王と関係が疎遠だったので、ディズレイリの死後しばらくの間は、ノースコートの方が有利な立場にあった。しかしノースコートは、性格的に温和な人物だった上、若い頃グラッドストーンの秘書だった関係から、グラッドストーン政権に対して常に弱腰だった。そのため庶民院保守党内には、彼の党指導に反発する声が、 強く、とりわけ、ランドルフ・チャーチル卿や、アーサー・バルフォアラ、第4党は、ノースコートを差し置いて、強力なグラッドストン政権批判を展開した。これにより、ノースコートの影は薄くなっていき、必然的に保守党を指導すべきものは、ソールズベリー公尺ということになっていった。グラッドストン首相が提出した第3次。 選挙法改正法案が1884年6月に庶民民を通過し、あとは貴族院次第となった。1880年代になると選挙権拡大で国民の投票傾向にも変化が生じるようになっており、一般に保守党は大都市、自由党は中小都市や農村、スコットランドやウェールズを支持基盤とするようになっていた。そのため、 選挙区割を見直さずに選挙法を改正するのは自由党有利の選挙法改正と考えられた。ソールズベリー公爵以下貴族院保守党はこの法案を否決させる構えを見せたが、それに対して自由党急進派のジョゼフ・チェンバレンが貴族院改革を近づかせる脅迫を行ったため、保守党と自由党の緊張が高まった。 ソールズベリー公爵は大都市に議席を重くする、議席配分法案も一緒に提出しない限り、選挙法改正には応じられないとカくなな態度を取り続けたが、やがて、ビクトリア・女王が仲裁に乗り出し、自由党政府に貴族院改革を主張するのをやめさせるとともに、リッチモンド公爵を通じて、ソールズベリー公爵にも保守党内の反政府強硬派を抑えるよう通告した。 女王の仲裁のおかげで、両党は歩み寄りを始め、11月には保守党代表者と自由党代表者による会談の場が持たれた。会談はグラッドストンが譲歩した結果、保守党に有利な条件で合意に達した。これにより原則として一選挙区一議員を選出することになり、また中小都市選挙区の議席が減らされ、ロンドンなど大都市選挙区の議席が増やされた。 この合意により、貴族院保守党も賛成して、第三次選挙法改正が達成され、男子普通選挙に近い状態が達成された。アイルランド共圧法の期限が1885年8月に迫る中、グラッドストン政権は、共圧法延長論に傾いていた。これに対して保守党は、ランドルフ・チャーチル教の主導で、共圧法の延長に反対した。これにより、 ソールズベリー公爵とアイルランド国民党党首、チャールズ・スチュワート・パーネルの連携が可能となり、1885年6月8日には、自由党政府提出予算案の修正同義を、保守党とアイルランド国民党の賛成多数で可決させ、グラッドストン内閣を総辞職に追い込んだ。ビクトリア女王は、保守党党首に、組閣の対面を与えることを決意したが、 当時庶民民保守党のノースコートの権威は失墜していたため、ノースコートではなく、ソールズベリー公爵に疎格の体名が与えられた。ソールズベリー公爵は、保守党は依然として少数党であり、しかもアイルランド国民党の出方も不透明であるから、グラッドストンの協力が得られれば排除すると報道し、グラッドストンとの交渉に当たったが、グラッドストンからは、 協力を得られなかったので、大名を廃止しつつ、グラッドストンに再度大名を与えるべきことを、上層した。ところがグラッドストンはそれも拒否したので、結局総選挙まで女王が、両者の関係を圧線するという条件で、ソールズベリー公爵が大名を排除することになった。こうして1885年6月に第1次、ソールズベリー公爵内閣が組閣された。 アシュバーン法1880年代半ば以降の農業不況でアイルランドでは反地主運動が再び活発化した。政権の基盤がアイルランド国民党との連携にあるソールズベリー公爵内閣としてはアイルランド問題への取り組みが必要であったため1885年にもアシュバーン法を制定した。 これは国家による地主の土地買収は避けつつも、アイルランド商作人が自作農になれる、要、定理、長期で土地購入費を融資することを目的とする法案だった。同法の制定により1902年までに2万5千人の商作人が土地を購入できた。この頃にはアイルランド実地を決意していたグラッドストーンは、 ソールズベリー公爵が続けて、アイルランド自治法案を提出するとの期待を持つようになった。そうなったら、保守党内から造反者が出るだろうが、自分がそれ以上の数の自由党議員を率いて、賛成に回れば、アイルランド自治が達成できると考えていた。アイルランド総督、カーナーボン伯爵も自治に前向きだったが、ソールズベリー公爵は保守党の分裂を恐れて、 自治法案を提出する意思はなかった。しかし、アイルランド国民党の支持を失わぬため、そのことは公言しなかった。総選挙と総辞職1885年11月の総選挙で自由党が322議席、保守党が251議席、アイルランド国民党が86議席をそれぞれ獲得した。保守党は少数党のままだったが、 ソールズベリー公爵は自由党の過半数割れを口実にして政権に止まった。また自由党が過半数割れしたことで保守党は選挙前よりアイルランド国民党との連携に固執しなくなった。1886年1月21日に議会が招集され、ソールズベリー公爵は施政方針演説でアイルランドに対して強圧法案と 土地改革法案の2点セット、つまり、雨と、無知で臨むことを表明した。強圧法案に反発したアイルランド国民党は、アイルランド自治を主張するグラッドストンの自由党と結び、1月26日に、施政方針演説の修正動議を可決させ、ソールズベリー公爵内閣を総辞職に追い込んだ。アイルランド自治法案を議会に提出する、グラッドストンを描いた絵。 第三次、グラッドストン内閣は1886年4月8日にアイルランド自治法案を議会に提出した。ソールズベリー公爵はアイルランド人には2種類あり、一つは自治を介する者たちだが、もう一つはアフリカのホテントット族やインドのヒンドゥー教徒と同類の自治能力のない連中であると演説して、これに反対した。 アイルランド自治法案は自由党内でも反対論が根強く、ジョゼフ・チェンバレンら新旧新派とハーティントン公爵らホイッグ派が自由党を離党して自由統一党を結成するに至った。ビクトリア女王もアイルランド自治に反発してソールズベリー公爵に自由党、内反アイルランド自治派と連携して組閣の道を探れと内密に指示を出している。 6月8日の庶民は、保守党、自由党一党、93名の自由党、造反議員の反対により343秒対313秒で、自治法案を否決した。これに対してグラッドストンは、解散総選挙に打って出た。この総選挙で保守党は、ランドルフ・チャーチル教が中心となって、イギリスとアイルランドを切り離そうという企みを、 批判するキャンペーンを展開した。その結果、保守党が316議席、自由党が196議席、自由統一党が74議席、アイルランド国民党85議席をそれぞれ獲得した。敗北したグラッドストン内閣は総辞職した。ジョゼフ・チェンバレン・ソールズベリー公爵は自由統一党の 当主ハーティントン公爵に保守党と自由統一党の連立内閣の首相になってほしいと打診したが、ハーティントン公爵はチェンバレン派の自由党帰りを警戒して、自由統一党は格外協力に止めたいと返答した。その結果、自由統一党の格外協力を得て、第二次ソールズベリー公爵内閣が成立した。自由統一党のジョゼフ・チェンバレンは、 ソールズベリー公爵内閣の一般政策を支持する見返りとして地方自治の農村への拡張、土地改革制度推進を要求した。これがソールズベリー公爵が保守的でありながら一定の内政改革を行う背景となった。地方自治法急速な都市化の進行によりスラム化、不衛生化などの都市問題が深刻化していた。これへの対応はチェンバレンが バーミンガム市長時代に行った都市改革に代表される都市自治体による施策が主だった。だがそのために都市自治体の財政が圧迫されていき、また都市問題が発生するたびに作られていく新行政機関が錯綜して行政権が混乱するようになった。とりわけ、ロンドンの行政機関の乱立状態はひどかった。その解決のため、 ソールズベリー公爵は1888年に地方自治法を制定した。この法律は、イングランドとウェールズを60以上の行政州と、同じく60以上の特別市に分け、それぞれに大議制の州議会を設置させ、そこに行政権のほとんどを集中させることで、行政機構乱立状態を解消するものだった。これによって、地方行政における、 治安判事の強力な権限は大きく制限された。警察権のみは治安判事と衆議会の共同管轄とされたものの、それ以外の行政権はほぼ衆議会に委託された。また、税金の一部を地方税とすることで衆議会が活動しやすくした。この法律によりイギリス地方自治の第一歩が踏み出された。土地制度改革。 グラッドストーン政権が1882年に制定した配分地拡張法を再編、拡張した労働者配分地法を1887年に制定した。この法律によりこれまで小教区が行っていた配分地拡張と農業労働者への定理での配分地付与を衛生区局に行わせることとした。衛生区局には 土地の強制収容権限が与えられており、小教区よりも配分地を拡張しやすかった。また農業労働者一家族あたりの配分地を一エーカーと定めた。チェンバレンは農業労働者一家族あたりの配分地を三エーカーの草地と一エーカーの高地とすることを求めていたが、ソールズベリー公爵はこれを拒否し、上記の内容でチェンバレンを妥協させた。 1892年にも、チェンバレンの要求を入れて、小農地保有法を制定し、衆議会に、地主の土地を優勝で収容する権限を認めた。チェンバレンが主張していた地主からの強制収容では、なく、地主と、衆議会の協力の上での収容を目指すものだった。上記法律と同じく、チェンバレンの顔を立てつつ、彼の主張をそのままには採用せず、 保守的な修正を加えたものだった。バルフォアの雨と無知のアイルランド統治1887年3月に、ヒックスビーチがアイルランド担当大臣を辞職すると、老いのアーサー・バルフォアをその公認に据えた。バルフォアは騒がしくなる、アイルランド民族運動を弾圧すべく。 1887年8月にもアイルランド強圧法を制定し、アイルランド国民党の政治家を含めたアイルランド民族運動家を次々と逮捕していった。その弾圧の激しさからバルフォアは死ぬられたバルフォアの異名を取るようになった。一方で、融和政策も取り、1890年にはバルフォアの主導でバルフォア法と呼ばれる足場安保を拡張させた。 アイルランド商作人の土地購入を支援する法律が制定された。この法律によって、アイルランド小作農に土地購入費の貸し付けを行う、土地委員会の貸し付け限度額はそれまでの500万ポンドから3300万ポンドに大幅増額し、さらに現に小作人であるものだけでなく、かつて小作人だったものも保護対象に拡大された。 ただ地主への代金支払いが現金ではなく、土地債建に変更されるなど、制度の複雑化により、申請数は、足場安保の時より、えって減少した。結局バルフォア法は1896年の第三次ソールズベリー公爵内閣期の時の、アイルランド担当大臣、ジェラルド・バルフォアの主導で制度の完結化が図られ、それによって、同法での申請数も増加していった。 ビスマルクとの連携と地中海、協定1886年のドイツ、帝国最小オッド・フォン・ビスマルク・ソウルズベリー公爵は、グラッドストン政権下で孤立したイギリス外交の修正を目指した。とりわけ植民地問題をめぐって関係が悪化していた、ドイツ首相ビスマルクとの関係修復に力を入れた。今やビスマルクと敵対すると、イギリスといえども孤立してしまうという、 外交的教訓からだった。ビスマルクとしても、イギリスの協力が欲しい時期だった。バッテン、ベルク家のブルガリア港、アレクサンダルの後目をめぐるブルガリア問題で、オーストリアとロシアの対立が深まっており、ビスマルクが維持しようとしてきた三帝同盟は、空中分解していた。そこで、ビスマルクとしては、新たなフランス封じ込めのヨーロッパ国際秩序の、 構築をする必要があった。ソールズベリー公爵は、ビスマルクの要請に応じて、1887年2月12日に、イタリアと地中海協定を締結した。この協定について、ソールズベリー公爵は、ビクトリア女王への報告書の中で、立憲君主国家のイタリアは、イギリスと、相入れる存在とし、また、ビスマルク公によれば大陸諸国のグループ分けが、 進んでいるといい、イギリスがそこから完全に孤立した状態でいると、大英帝国植民地が分割可能ないものと見られてしまい、それを共通項にした大陸諸国の連携が考えられることを指摘している。3月24日には、ビスマルクの仲介で、オーストリアも地中海協定に加わることになった。これによって、地中海協定は、 独王位三国で結ばれている三国同盟を補完する条約となった。1887年夏に親王、ハン・ロノフェルディナントがブルガリア港に即位したことで、老王関係が緊迫した。ビスマルクはロシアがブルガリア創始国のトルコと接近する可能性を危惧するようになり、地中海協定の防衛対象にトルコを加えたがるようになった。 ヨーロッパの利益の擁護者たるトルコの領土保全トルコはブルガリアの総主権を他国に譲ってはならないそうした原則が犯された場合締結国はトルコを支援して回復を図るトルコ自身が犯そうとした場合あるいは犯されたのに回復しようとしない場合は締結国はトルコ占領を協議できるという内容の新協定案を地中海協定三国に送った ソールズベリー公爵は、ロシア憲政の意味から、この新協定に乗り気だったが、同時に、ドイツが地中海協定に参加していないことから、イギリスが、ドイツの家中の国を拾わされることになるのを、懸念していた。また、ビスマルクに行政を委ねている、ドイツ皇帝ビルヘルム一世や、新英自由主義者の皇太子フリードリヒならば、まだ信頼できるが、ビルヘルム一世は90歳。 フリードリヒ皇太子は、皇統癌を患っていたため、遠くない未来、反自由主義的に育っている皇太子の長男、ビルヘルム王子が、皇位継承する、可能性が高く、ドイツの親衛政策が変更されることも考えられた。そのため、ソールズベリー皇爵はドイツで、皇位継承があってもドイツが地中海協定と、矛盾する行動を取らないという保障を求めた。 これに対してビスマルクは1887年11月にソウルズベリー公爵宛ての書簡を送り、ドイツでは誰が君主になろうとロブツに正面作戦を常に想定しなければならない。ドイツはそのための同盟国が欲しいが確保できないならオーストリアの独立が脅かされない限りロシアと協調するしかないと説いた。最終的にソウルズベリー公爵は ビスマルクのこの言を信じて、1887年12月12日にトルコ防衛を加えた第二次地中海協定を締結した。なおこの二度の地中海協定は共に秘密協定であり、一般国民や英国議会には秘匿されていた。イギリスには依然として孤立主義が根強かったため、公式の同盟を議会で通すことは不可能に近かったためである。 アフリカ分割1885年に、ベルギー王レオポルド2世の今後領有権をめぐって、ドイツ首相、ビスマルクの主催で行われたベルリン会議後、ヨーロッパ列強によるアフリカ分割が盛んになった。その背景は、ドイツ帝国の勃興によるイギリスの相対的な地位の低下、フランスが、ジュール・フェリー首相以降、対独復讐より、 植民地獲得を優先するようになったこと、そしてドイツで植民地獲得に消極的なビスマルクが失脚して植民地獲得を最優先する皇帝ビルヘルム2世の申請が開始されたことである。もちろんソウルズベリー公爵としてもこれを雑誌できるわけはなく積極的に植民地争奪戦に参加した。貿易や植民に独占権を持つ直居会社を 次々と創設して、彼らに、領土拡大を行わせた。第二次ソールズベリー公爵内閣の時に創設された、直居会社に、王立ニジェール会社や南アフリカ会社などがある。南ナイジェリアでは、グラッドストン政権時代から引き続いて、同地最大の都市国家をポボを統治する、ジャジャオーと、ナイジェリア内陸部への進出をめぐって、対立を深めた。 ソールズベリー公爵自身は慎重だったものの、現地イギリス領事たちの主導で強行路線が取られ、1887年9月には、ジャジャ王をおびき出して、通称の自由を定めた保護条約に違反として、彼を逮捕した。これをきっかけに1890年代には、ラゴス内陸部遠征、ニジェールデルタベニン地域の7王の排除、ブラス反乱鎮圧、 ベニン王国侵攻オベラミ排除とイギリスの内陸部侵入の遠征が本格化する。植民地の獲得には強大な海軍力が必要であるため、1889年には二国基準を導入した海軍防衛法を制定した。この海軍力増強路線は公認の自由党政権にも受け継がれた。総選挙に敗れて、 退任1892年6月末の解散総選挙で自由党が274議席、保守党が269議席、アイルランド国民党が81議席、自由統一党が46議席を獲得した。これを受けて、第2次ソールズベリー公爵内閣は退陣し、8月18日に自由党政権第4次、グラッドストン内閣が成立した。 政権についたグラッドストーンは再びアイルランド自治法案を提出し庶民人を通過させるもソールズベリー公爵とデボンシャー公爵が激しい反対運動を行った結果貴族院は9月8日に419票対41票という圧倒的多数で法案を否決したビクトリア女王はこれについて素晴らしいことだ。皆。 ソールズベリー公爵に拍手を送っていると日記に書いている。グラッドストーンは海軍増強に反対して閣内で孤立を深め1894年3月に辞職した。公認となった外務大臣ローズベリー伯爵も1895年6月には議会での氷結に敗れてそう辞職した。この後ビクトリア女王よりソールズベリー公爵に 再び祖閣の対面があった。第三次ソールズベリー公爵内閣の防衛委員会の会合を描いた絵。左から増将、ジョージ・ゴッシェン、首相ソールズベリー公爵、外相ランズ・ダウン公爵、スー・ミツ・イン・議長デボンシャー公爵、庶民に任内総務、アーサー・バルフォア。第三次内閣を発足させたソールズベリー公爵は、直ちに解散総選挙に打って出て勝利し、 保守党と自由統一党を合同させた統一党を形成した。この合同は両党がアイルランド自治反対と大英帝国維持が目下の最重要課題という点において合意したためである。一番の注目の人事はジョゼフ・チェンバレンが植民地大臣として入閣したことだった。チェンバレンは帝国主義と社会主義を結合させた社会帝国主義の政治家だった。 すなわち社会保障の財源を侵略によって賄うべきことを主張したのである。彼の主導により、第三次ソウルズベリー公爵内閣は強力な帝国主義政策を遂行することになる。内閣は事実上ソウルズベリー公爵とチェンバレンの二人、首相体制であったため、両党政治とも呼ばれる。 労働者保護立法1896年に労使調停法を制定し、労働葬儀の調停権を商務省に付与し、労使協調の定着を目指した。1897年には労災保障法を制定し、使用者責任を原則化した。ドイツで導入されていた老齢年金制度の採用も検討されたが、口述する。 ボーア戦争が予想以上に長引いて戦費が巨額になったため、その計画は延期せざるを得なかった。ジェームソン侵入事件南アフリカのボーア人国家、トランスバール共和国は、第2次、ディズレーリ内閣の時の1877年4月に、イギリスに併合されたが、第2次、グラッドストン内閣の時の1880年に第1次、ボーア戦争に勝利して、再独立していた。 1886年にトランスバールのウィット・ウォーターズ・ランドで近郊が発掘され、ヨハネスブルグの街が建設されて、トランスバール共和国は潤い始めた。イギリスやイギリスケープ植民地などからも続々と金やダイヤモンド採掘のための移民が集まってきた。しかしこの移民たちはトランスバール政府が自分たちに重税を課し、選挙権も認めず、 ケープ植民地からの輸入も禁止していることに不満を高めていった。イギリスケープ植民地の首相で、イギリス南アフリカ会社の社長であるセシル・ローズとその首席補佐官、レアンダースター・ジェームソンは、この移民たちの不満を煽って、トランスバールを再併合する機会を狙っていた。1895年12月から翌1896年1月にかけて、 ヨハネスブルクの在留イギリス人の内乱準備と連携してジェームソン率いる500名ほどの南アフリカ会社所属の騎馬警察隊が突然トランスバール共和国へ侵入を開始したが計画があまりにずさんすぎて早々に防ア人民兵隊に包囲されて降伏したヨハネスブルクの在留イギリス人たちの反乱も間もなく鎮圧された植民省 ジョゼフ・チェンバレンも首相ソールズベリー公爵も計画は知っていたが、生還を決め込んでいた。事件が失敗に終わると、イギリス本国政府は公式にはこのジェームソンの行動を批判することで関与を否定し、トランスバール軍から釈放されたジェームソンを反逆罪で裁判にかけ、また、サモン委員会を設置して、ローズを弾劾し、彼を公職から追放した。 チェンバレンの関与も疑われたが、ドイツ皇帝ビルヘルム2世が、トランスバール共和国大統領、ポールクリューガーにあてて、祝電を送ったことが判明し、世論や自由党の批判もそちらへ流れていった結果、チェンバレンは、失脚を免れた。スーダン奪還とファショダ事件ファショダ事件の地図スーダンは1881年に、発生したマフディの反乱により、第2次、 グラッドストン内閣が放棄を決定して以来、マフディー軍の支配下に置かれており、英国支配から離れていた。ソールズベリー公爵は、1898年に、スーダン再征服を計画するようになった。そのために、西部スーダンをめぐるフランスとの対立、トルコ利権をめぐるドイツとの対立、中国分割をめぐるロシアとの対立を慎重に回避するほどだった。 その背景には、マフディ国家が、隣国エチオピアと反ヨーロッパ的連携を図ろうとしていたこと、またフランス、ロシア、イタリアがエチオピアに野心を見せていたことがある。1898年4月から、ホレーキッチナー将軍率いる、イギリス・エジプト連合軍2万5000人が回廊から、南進して、スーダン攻撃を開始し、9月までに、マフディ国主力を壊滅させて、 ハルトゥームを奪還した。マフディ軍にハルトゥームを落とされて、チャールズ・ゴードン将軍を殺害された時から13年の時を経ての奪還となった。反乱の首謀者であるマフディことムハンマド・アフマドはすでに死去していたが、イギリス軍はその墓を掘り起こして、意外の首を回ロへ移送し、胴体は川に投棄したという。この戦いの間の7月12日に、 ジャンバティスト・マルシャン率いる200名超程度のフランス軍省部隊がフランス領コンゴから出動してマフディー国領土のファショダへ侵入し同地をフランス領土に併合すると宣言していた。さらに9月には現地の王であるアブドゥラヒがこれまで忠誠を誓っていたマフディー国を裏切りフランスに忠誠を誓った。これを危険視したソールズベリー公爵は イギリス海軍を臨戦体制に入らせつつ、フランス政府に対してスーダンは、イギリスの主権下に戻ったので、直ちにマルシャンの部隊を撤収させねば、領土侵犯とみなして、戦争を開始する旨を通達した。フランスは、この脅迫により譲歩し、11月には、マルシャンの部隊を撤退させた。この交渉前の8月に、ソールズベリー公爵は、 ドイツ政府と秘密協定を結んでおり、財政破綻が噂されていたポルトガル王国が、債務不履行に陥ったら、ポルトガルの植民地を英独で分割することを、約定している。とりわけイギリスは、ポルトガル領モザンビークのロレンソ・マルケスを欲していた。ここを手に入れば、トランスバール共和国を包囲することができたためである。しかし結局ポルトガルは、パリで、 交際発行に成功したため、この協定は、空振りに終わった。第二次某は戦争ベルモントの戦いを描いた絵画、ジェームソン侵入事件以降、イギリスとトランスバール共和国の関係は悪化の一途をたどった。比較的親衛的だったオレンジ自由国もジェームソン侵入事件以降、同じアフリカーナーとして、 トランスバール共和国の繁栄的姿勢に共感を示すようになっていった。1898年2月のトランスバール共和国大統領選挙でクリューガーが4選するとケープ植民地高等弁務官アルフレッド・ミルナーはトランスバールとの交渉による和解の見込みはないと判断してトランスバールとの戦争を希望するようになった。イギリス本国も数段再制服後には チェンバレンの主導でトランスバールとの改戦論に傾いていった。ソールズベリー公爵は派兵に議会の承認がいらないインド人兵士1万人ほど現地に送り込んで英軍増強に努めた。1899年10月9日、トランスバール共和国から共和国国境付近の英軍の撤収を求める最後通帳を突きつけられた。 これを見たソウルズベリー公爵は、同国との交渉打ち切りを最終的に決意し、海戦やむなしとの結論を下した。ビクトリア女王もそれを支持した。イギリスは、最後通帳の返事は出さず、10月11日から、ボア戦争を開始した。ボア人も優先しながらもイギリス軍が優位に、戦いを進め、1900年3月に、 オレンジ自由国主とブルームフォンテーン、6月にはトランスバール共和国主とプレトリアを占領し、9月にトランスバール併合宣言を出した。この勝利のムードに乗じて、ソールズベリー公爵は解散総選挙に打って出た。10月に行われた総選挙の結果、保守党は野党に134議席以上の大差をつけて勝利した。 しかし戦争は終結しなかった。ボアジン川はこの後18ヶ月にわたって、英領ケープ植民地、イギリス軍が占領したトランスバール共和国とオレンジ自由国において、鉄道破壊を中心としたゲリラ戦を展開したのだった。これに悩まされたイギリス軍は1900年9月に、ゲリラが攻撃してきた地点から16キロ四方の村は、 焼き払って構わないという焦土作戦を決定。さらにゲリラへの支援を防ぐため各地に、防和人婦女子を収容するための強制収容所を創設した。この強制収容所で2万人以上の人々が命を落としたという。いつまで経っても終わりの見えない戦争に、イギリス国内では沿線気分が高まっていき、あちこちで反戦集会が開かれるようになった。 この反戦運動の中から後に二大政党の一つとなる労働党が結成されている。こうした沿線気分を背景にイギリス軍は1902年3月からボーア人に和平交渉を求めるようになった。ボーア人側にも沿線気分が広まっていたため5月に開催されたボーア人国民会議は和平交渉を受け入れることを決議した。これにより トランスバールオレンジ両国民は1901年に即位したばかりの英国王エドワード7世の主権を受け入れてイギリスの統治に基準することになった。その代わりにイギリスは基準したボア人の財産権を保障し、彼らの戦闘行為についての責任を問わず、両国のオランダ語使用を認め、特別な課税もせず、両国民の故郷への帰還や日常生活に戻る。 ために必要な財政支援を行うこととなった。2年6ヶ月にもわたった防ア戦争がここに集結した。アメリカとの対立と、情報19世紀後半、新興国アメリカ合衆国は、工業力を飛躍的に伸ばし、世界最大の工業大国、軍事大国に変貌しつつあった。それを反映して外交面でも強気になり、 カナダや中米の英領との間の摩擦が増えていった。ベネズエラと英領ガイアナの国境争いにもアメリカ政府は積極的に反映的介入を行うようになった。1895年8月にはアメリカ国務長官リチャード・オルニーがソールズベリー港に宛てて手紙を書きイギリスの行動はモンロー主義に反していると批判した。これに対して ソールズベリー公爵は、女王陛下の政府も、モンロー主義の精神は、受け入れているが、それはカナダ、英領西インド諸島、西半球における、あらゆる英領と共に、ガイアナにも適用できない。ガイアナとベネズエラの国境紛争は1796年に、橋を発しており、女王陛下の政府はその親民の生命や財産を、守る権利を、ベネズエラ独立よりはるか以前から、 スペイン政府より認められていると反論した。アメリカ大統領、グロバー・クリーブランドは、このソールズベリー港の変身に強く反発し、連邦会員へのメッセージの中で、イギリスがアメリカ大陸で武力を行使するつもりなら、これに抵抗するのがアメリカの責務である。イギリスはアメリカの朝廷を受け入れるべきであると宣言した。この宣言は、連邦会員の称賛を得、 会話、ガイアナ・ベネズエラ国境紛争調査委員会を立ち上げることを決議した。こうしたアメリカの強硬姿勢を見て慎重になったソールズベリー校はアメリカによる調停を受け入れ、最終的には1899年にベネズエラ・ガイアナ問題はアメリカの中介で解決を見た。1896年に民主党のウィリアム・マッキンレイがアメリカ大統領に当選したが、 マッキンレイも対外強硬派であり、1898年には、米西戦争を起こして、スペインからフィリピンとグアムの割譲を受け、またハワイも併合し、太平洋植民地化を推し進めていった。そうした中で、アメリカ政府の関心は、大西洋と太平洋を結ぶ運河をパナマに建設することへ向かった。マッキンレイ政権の国務長官、ジョンヘイは、 イギリスの中米大使、ポンスフォート男爵と、その交渉に当たった。英米交渉の結果、1900年2月にはアメリカが、単独で、運河を建設して経営することを、イギリス政府が了承することになった。この時点では運河を要塞化することは禁止されていた。ものの、これもやがて、イギリス政府は黙認することになった。拡張しすぎた大英帝国としては、 南アフリカの貿易戦争や中国分割をめぐるロシアとの対立だけで手一杯でアメリカと本格的にことを構えるわけにはいかなかったのである。しかしソールズベリー港自身は常にアメリカとの海戦の可能性を視野に入れていたらしく植民地大臣ジョゼフ・チェンバレンに対米海戦は今年もなかった。しかしそう遠くない将来海戦する。 可能性が高いと述べていた。中国分割中国分割の風刺が。放映した、清政府交換理工渉とソウルズベリー公爵右は、外務政務次官、ジョージカーゾン。1895年の日清戦争で、清が日本に敗れて以降、中国大陸をめぐる情勢は一変した。日本への巨額の賠償金を支払うために、清政府は、 ロシアとフランスから借還し、その見返りとして、露仏両国に、新国内における、様々な権益を付与する羽目となったのである。これが、きっかけとなり、急速に、列強諸国による、中国分割が進み、アヘン戦争以来の真のイギリス一国の繁殖民地、状態は崩壊した。とりわけ、シベリア鉄道の満州北部施設権獲得に、代表される、 ロシアの満州や北中国への進出は激しかった。フランスもフランス領ベトナムから進出して、雲南省、江西省、関東省、四川省など南中国を勢力圏に収めていき、北中国を勢力圏とするロシアと連携してイギリスを攻撃してくる恐れが生じた。これに対抗してソールズベリー公爵は、 新国の領土保全を訴えることで露仏が中国大陸におけるイギリスの権益を食い荒らすのを防ごうとした。さらに1896年3月にはドイツ帝国と連携して露仏に先んじて清政府に対日賠償金支払いのための新たな借款を与えることで英独両国の新国内における権益を認めさせた。また1896年1月には フランスと協定を締結し、英仏両国ともメコン川上流に軍隊を駐屯させず、四川省と雲南省を門戸解放することを約上した。これによってフランスの北上に一定の歯止めをかけることに成功した。1897年に三島省でドイツ人カトリック宣教師が殺害された事件を後日に ドイツ皇帝ビルヘルム2世が真に出兵し、公衆案を占領し、そのまま同地を咀嚼地として獲得した。これについて、ソウルズベリー公爵ははじめドイツが、ロシアの南下政策に対する防波堤になるだろうと考えて歓迎していたが、ビルヘルム2世が、三島半島全体をドイツ勢力圏と主張し始めるに及んで、警戒感を強めた。 さらに1898年に入ると、ロシアが、両党半島の旅順を占領し、さらに大連にも、軍艦を派遣し、清政府をやつしてそのまま旅順と大連を、ロシア咀嚼地とした。これに対抗して、ソウルズベリー公爵はこれまでの、新国の領土保全の建前を覆して、清政府に、法官外交を仕掛けて、三島半島の異界へを、ロシアが、 旅順占領をやめるまでという期限で、イギリス咀嚼地とした。だが同時に、ドイツがロブツと一緒になって、この咀嚼に反対することを阻止するために、三島半島をドイツ勢力圏と認める羽目にもなった。これは、イギリス帝国主義にとって、最も重要な様子交流域に、ドイツ帝国主義が進出していくことを容認するものとなり、イギリスにとって大きな痛手だった。 1899年に入った頃には、ロシア帝国主義の満州と、北中国全域の支配体制はより盤弱なものとなっていた。ロシアがこの地域に関税をかけるのも、時間の問題だった。ソールズベリー公爵は、ロシア勢力圏に、門戸解放させることを決意したが、イカイエ縁や急流半島を咀嚼しているイギリスが、 文庫解放を主張しても説得力がなかった。そこで中国分割に出遅れたアメリカに文庫解放を主張させようとし、アメリカの世論や政府を文庫解放論に誘導した。その結果、1899年6月にアメリカ国務長官、ジョンヘイがイギリス、ドイツ、ロシア、フランス、日本、イタリアといった中国内に 勢力権を築いている列強諸国に対して文庫解放を求める宣言を発した。だが各国とも留保条件をつける返答をし、ロシアに至ってはほとんど拒否に近い返答を出した。文庫解放によるロシア帝国主義の抑止というソウルズベリー公爵の目論見は失敗に終わった。ワダンの乱とロシアの満州占領列強の 中国分割に反発した山東省の農民たちは、1900年6月に、不信滅用をスローガンに掲げる秘密結社疑話団を結成し、20万人もの数で北京に押し寄せてきて、ドイツ公使、クレメンス・ホン・ケッテラー団尺を殺害した。疑話団を味方につけて強気になった聖大公は、新朝皇帝、皇所帝の名前で、列強諸国に宣戦線布告した。 真っ先に危険にさらされたのは、北京外国公使館外に駐在している外国人たちだった。彼らは、キリスト教に改修した中国人と共に、公使館外にバリケードを築いて、新聞や義和団の攻撃を防いだ。公使を殺害されたドイツ帝国の皇帝ビルヘルム二世が、真っ先に援軍を清志に送り込むことを決定。 ソールズベリー公尺としても、援軍を送らないわけにはいかなかったが、イギリス軍は目下うは戦争中であり、極東に咲く余分は、兵力はなかった。そのため日本に協力を要請し、日本政府はこれを快諾し、2万の兵を清しに、送り込んだ。日本軍と、ロシア軍を主力とする8カ国連合軍は、8月に、義和団や新軍を倒して、 生大公や公所邸を追って、北京を占領し、外国公私外で立てこもっている人々を解放した。しかしロシアはこの騒乱の土作さ,さに紛れて、満州を軍事占領した。これを警戒したソウルズベリー公爵は、1900年11月に、ドイツ帝国最小ベルンハルトホンビューロー公爵と、ース公協定を締結した。新国の領土保全と、 英独の勢力下にある、新国領土の文庫解放を約場したものだったが、ドイツは、満州について、この協定を適用することを拒否し、ロシアとの対立を回避した。日英同盟1902年のソウルズベリー公爵、ロシアが、いつまでたっても、満州から軍を撤兵させず、さらに、韓国にも、触手を伸ばすようになったことに警戒を強めていた。日本は、 対ロシア同盟国を求めるようになった。ソールズベリー公爵は日清戦争以降日本の実力を評価するようになっており1895年11月の段階でロシアの軍事力は日本より劣っているであろう。日露戦争が勃発しても日本がロシアに負けることはないと思う。なぜなら日本は日本本土の基地を使って戦闘できるがロシアは ウラジオストクからしか戦闘できないからであると語っている。1900年の義和団の乱での日本軍の活躍ぶりはその信頼感をさらに強めた。この頃イギリスは本国周辺海域の海洋派遣をめぐってドイツと県間競争になっていたため中国艦隊を増強する余裕がなかったがロシアは太平洋艦隊の海軍力を大幅増強中であり、 戦艦数も、装甲巡洋艦数もイギリス艦隊をしのぐに至っていた。ただし総トン数では極東にあるイギリス艦隊が17万トンなのに対して、極東にあるロシア艦隊は12万トンだったので、まだイギリスの方が上だった。この当時、日本海軍は20万トンの艦隊を有していたから、これを味方につければ、ロシアに対する圧倒的優位を回復することができた。 そうした状況の中、中英日本公使林正とイギリス外相ランズダウン公爵の間で、日英同盟交渉が進められ、日英どちらかが2カ国以上と戦争になった場合は、もう片方は同盟国のために参戦、1カ国との戦争の場合はもう片方は中立を保つことが約定された。イギリス閣僚の中には日本に一方的に有利な、 同盟案であるとして、インドも同盟適用範囲に加えるべきという意見も出たが、ソールズベリー公爵は、ランズダウン公爵が取り決めてきた内容だけで、十分と判断した。1901年に即位したばかりの新国王、エドワード7世も、日本との同盟に乗り気だった。1902年1月3日に、親ロシア派の日本の元首相、 伊藤博文公爵が放映し、ソールズベリー公爵やランズダウン公爵と最後の交渉に当たった。ソールズベリー公爵は1月7日に反対派閣僚を抑えて日本との同盟を閣議決定した。こうして1月30日にロンドン外務省で日英同盟が締結されるに至った。1902年7月11日に病気により退任した。 老いであるアーサー・バルホアに、首相、保守党党首を譲った。内閣のナンバー2であるチェンバレンは、この頃交通事故にあって療養中だった。老いに後を継がせるためにわざとこの時期を選んで、辞職したとする説もあるが、定かではない。首相退任から約1年後の1903年8月22日に、ハットフィールドハウスにおいて死去した。 ソールズベリー公爵の肖像が、ソールズベリー公爵熱心なイングランド、国境界信徒であり、ベンジャミン・ディズレーリのような民主主義的保守主義者とは違い、ダービー伯爵と同様の伝統的、貴族的な保守主義者だったと言える。名門貴族出身者として生まれながらの統治者で、あるという意識が強く、平民のことは見下していた。15年ほど庶民院議員だった時期もあるが、 他のイギリス貴族の指定と同様に一族の影響下にある選挙区から出て無投票で当選し続けたため選挙民にコビを売って票を集めるなどという体験をしたことはない。貴族院議員となった後には庶民に入ることは一度もなく貴族院での演説で庶民について触れる時には必ず軽蔑的なニュアンスを含めたという。 国民の中には統治するために生まれた選ばれし、ものと支配されるべき一般大衆の別があり、それを超えた政治的平等は認めるべきではないという保守的信念を持っていたため、選挙権拡大や民主主義思想に強く反対した。健全な共同社会は、生まれ、富、知性、教養などの面から選び出された男に統治されたいと願うものだ。そうした男は、 富と時間的余裕のために、おぞましい貪欲に落ちることがない。彼らこそが、本来的、最良の意味での貴族なのだ。一国の指導者たる者はその中から選ばれるべきなので、ある。優れた、適格性を持つ人間として、彼らが当然持つべき政治的特権は、何としても保持されなければならない。民主主義とは国民を憎しみ合わせ、 バラバラな集団に分裂させようという制度であると論じている。同じく国民をバラバラにする思想として、社会主義や階級闘争、唯物論、無宗教も嫌をした。このように保守的な人物であったが、君主の政治介入には否定的であり、自由主義者のパーマストン施策の王は過ちを犯さない論と同じ考えを持っていた。これは王の決定は、 大臣の助言に従って行われ、その責任は大臣が負い、王に責任を及ばせないことで王位の安定を図る考え方である。アイルランド自治問題に介入しようとするビクトリア女王を監視しつつ、君主権力を奪おうとしているという悪印象を女王に持たれないよう、権力を温存すべきと穏やかな説得に当たったこともあった。 この説得の上手さとソールズベリー公爵内閣がもともと保守的だったことから、ジョーがソールズベリー公爵内閣に口出しすることはほとんどなかった。また、ディズレーリのような大きな内政改革こそ行いたがらなかったものの、貴族としてノブレス・オブリージュの考えはしっかり持っていたので、既存の政党の相互作用による全身的な改革を妨げることはなかった。 若き日にイートン校でいじめにあったことでソウルズベリー公爵は真面目だがシニカルな現実主義者になったというそのため気上の空論になりやすい原理を嫌い細木を重視したその細木重視ゆえに各省の大臣たちに大きな裁量を与え彼自身はそれにほとんど口出ししなかったそんな彼が原理が無視され細木が重視される外交に 最も強い関心を持ったのは必然だった。首相在任期のほとんどを外相と兼任していたのは、外交の細目は自分の手でやりたかったからである。外交面では、ダービー伯爵と異なり、不干渉主義、孤立主義を取らなかった。他の列強諸国の台頭で、イギリスの地位が相対的に低下していた時期の首相であるため、そのような立場は取り得なかったのである。 とりわけドイツのビスマルクとの関係を重視した。国民人気は低く、ディズレーリが、ディジー、グラッドストンが、ゴムといった愛称を持っていたのに対して、ソールズベリー公爵には、これといった愛称が付けられず、ただ単に、ソールズベリー教と呼ばれていた。また、社交的な性格ではなく、物の言い方を考えるということができなかったため、 不謹慎な発言ばかり行う傲慢な人物という印象を与えがちだった。身長は6フィート4インチの長身だが、猫背だった。若い頃は痩せすぎで貧弱な印象だったが、年を取ると逆に太ってきて、巨体と化した。しかし肩に肉がついたせいで、猫背は、ますますひどくなったという。禁眼であり、それが彼の他人に無関心な挑戦性に影響を、 与えていたという。スポーツには全般的に無関心だったが、テニスだけは足しなんだという。後年には三輪車で運動をしていたようである。彼のもじゃもじゃヒゲは手入れがされていないようにも見えるが、当人はかなりヒゲにこだわりがあったという。科学研究に関心があり、自定に研究室を置いていたほか、領地のハットフィールドに、 水力発電所を設置するのを主導したという。シャーロック・ホームズと依頼人である英国首相ベリンジャー教を描くシドニーパジェットの差し絵。小説家アーサー・コナン・ドイルが生み出した名探偵シャーロック・ホームズの手掛けた事件の多くはソールズベリー公爵が首相をしていた時期に発生したという設定になっている。短編、ホームズ小説第二の王典に 依頼人として登場する英国首相、ベリンジャー教は、ソールズベリー公爵の変名だと言われている。ホームズ小説は、ワトスンの著作という形式をとっているため、ワトスンが、当人に配慮して、変名にしていると考える余地があるのである。この人物を、ソールズベリー公とする根拠として、大英帝国首相を二度務めたという紹介がある。短編、ホームズ小説。 海軍条約文書事件に登場する英国外務大臣ホールドハースト卿もソールズベリー公爵の変名であると言われる。この物語は1889年の事件とするのがホームズ年大学の通説であるがその1889年時の英国外務大臣は首相職と兼務しているソールズベリー公爵だったためである。 作中のホールドハースト教の外見的特徴の紹介もソールズベリー公爵に当てはまる。ただし、将来の英国首相というソールズベリー公爵とは矛盾した紹介もされている。短編ホームズ小説、最後の事件を下敷きにした2012年公開の英米合作映画、シャーロック・ホームズ・シャドー・ゲームに、ジェームズ・モリアーティ教授は、 首相の友人という設定が出てくるが、その首相とは、このソールズベリー公爵のことだと思われる。1868年4月12日の父、ジェームズ・ガスコイン・セシルの死去により、以下の爵位を継承した1857年に、裁判官サー・エドワード・ホール・アルダーソンの娘である、ジョージナ・アルダーソンと結婚し、彼女との間に、以下の八子を設けた。 ありがとうございます。